ますよ。いや行きますよじゃないって。もうここはいいや。いやここはね、まあまあここはもう、ね、じゃあ全部もらってもらって。いやいや全部いけんじゃない。ちょっとだからまあその辺はまだもうありすぎるもん。もうまあまあいいから。ちょっと恥ずかしいから。もうこんなもう喧嘩さ抱えてる55歳あんま見ない。早く。まあここはね行きましょうか。行きましょう。いいよ、この焼き屋さん。ああ、吉田さん、ここに置いて。すいません、なんか。あ、ごめんなさい。いやいや、ご無沙汰です。ねえ、いや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 、まあまあいいけど、なんそんな急ぐなよ、一回。なんか入ってもらえばいいじゃん、みんな。一回手を離して。いいか、ちょっと。手を離したらもうあれだから。手離して早い。もう一回一回って、もうな、なに何じゃないよ。一回手を離して。ちょっといいから、これは大事なものだから。大事なものだから吉田さんにちょっとお願いがあって、はい、来たんですけど。はい、何やこれ。天かす。天かすや。うわ、天かすや。こんな大量な天かすが。これはさすがに結婚式前にこんな送られてきたら困るし、あの本当に最近天かすに飢えてて。言ってた言ってた。あらららら、そもそもあんまり食べたことないかもしれない。あらららららら、意外でしたね。わざとじゃん。わざと。本当だな。本当だわ。私たち天かすあげたくないからさ、食べない人。いや、あの申し訳ない、いらないですやっぱりいらない。うわー、いったー、いちゃちゃー。やっべー、いちゃ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 、何？いらないですね。いらない。何キロあるんですか。知らないよ、古田が送ってきたんだよ。こんなにして買うんすか、お好み焼き屋さんは。やっぱりいや、こんなにして買わないです、買わないです。こんなにして買わないでしょ。知らない、こんなにして送られてきたんだよ。これ、でもあったら使えますよ。だって天かす料理ありますよね。あったらまあ使えますけど。ほら、いや、そんなに使わないでしょ。だって1日がかりであれ使うか使わないでしょ。これ何日がかりよ。もうイカ天が入ってるから。すごい、もうイカ天なのよ。はいはい。天かすなんか味でしょ。はい。いや、アジ。え、ちょっと食べ比べてみたら。え、食べ比べてみたら、あの、あ、でも食べさせてあかんやん。あ、じゃあ私が食べ比べて。ダメだって、いいから、これお前知らない、天かす知らないんだから。一粒だけにして。一粒じゃない、一粒。何一粒って、ごめん、一粒って何すか。一粒。一粒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 にしても。一粒もうそれ、一粒だけにしても。うまい、めっちゃうまいのよ。この一粒食べてみて、これ一粒。あ、一粒でいいです、一粒でいいです、一粒でいい、うん、ねえ。うまい。バカじゃん、バカ。バカ、あのね、バカじゃん。バカじゃん、マジで。マジで、ちょっとマジで、そんなくんガーってびっくりした、俺。なんで。なんかね、子供で砂糖好きな子が砂糖ガーって飲んだみたいな。バカじゃん、みたいな。バカじゃん、マジで。あの、完全な、だからあの吉田さんのところはもう揚げ玉やね、揚げ玉、はい、もうやめて。こっち天かす、天かすだから。あ、違うんすか。うん、ちょっと違うよね。ちょっと、はい、じゃあ食べさせてみて、味の違いを。うん、食べてみて。違うんだ。一粒でいいの、私。一粒って。一粒って。ちょっと俺も一粒食べてみようかな。これ食べ、これが、あー、あ、どう、違う、違う、こっちの方がうまい。これが、これ天かす、これ天かすね。こっちはだから、エビ天かす。硬、噛めないわ。お前は奥歯がないから、両サイド前歯だけで食べないといけないから、しょうがない。おい、出すなや。硬くて。お前、いい加減にしろよ。硬い硬い、これ硬いよ、そら。まあ、これは、あ、味ないね、揚げ玉。いや、こっちの方が味があるわ。だから、この、これ、あれじゃん、これ、お菓子も、うん、お菓子、お菓子、お菓子よ、だから、天かす。だから、美味しいんじゃないですか、これ使ったら。イカ天だ、イカの味するわ。こっちは揚げ玉、揚げ玉や。だからこっちのが使えません、あのお店で。こっちのが美味しいの出せません。いや、味変わるよね。そこが、そう、あの、ないないない、消せる消せる。ソースで消せるから。いやいや、せけない、違うよ。ソースで消せるから、これ全部もらってもらおう。ダメダメ、ほんとにお願いします。お願いします。ちょっとそんなに持っていかさないでください。揚げ玉出てきた。揚げ玉、揚げ玉、やめえや。揚げ玉出てきたらしい。大きい粒、大きい粒。ちょっとお願いします。ちょっと、じゃあちょっとさ、吉田さんになんか作ってもらう。それあなた食べたいだけじゃん。食べるやんか。じゃあ分かった、じゃあ吉田さんにちょっと1個作ってもらって、あなたは食べないで、私が食べるわ。ええー、
ダメ、意味ないじゃん。ダメ、意味がないじゃん。意味ないってどういうこと。あ、意味があるけど、じゃ吉田さん、なんか一品、なんか、はい、あの大量の天かすを使って何か大量じゃなくてもいいよ。いや、まあ、もらってもらおうよ、結局は。まあ、だからちょっとそれ考え、これはちょっとこんなにはぶしつけだよ、もうちょっとね。ぶしつけじゃないですね。ぶしつけ、どうしてもぶしつけだよ。ぶしつけだよ、こんなにたくさんはちょっとだって困らないもん、あっても。いやいやいや、いや、だけど、とりあえず今の分で、あー、ありがとうございます。ちっちゃいな。全然やな。ちっちゃくない。これ多分ですけど、俺さっき考えたんですけど、うん、何やろな、M1 とかで、うん、なんかカップラーメン1年分とかじゃないですか、うん、これ、天かす10年分ぐらいありますね。ちょっと揚げすぎだっていや、ちょっと揚げすぎでしょ、これ。とりあえずこれでいらないですよ、こんないらないでしょ、いらなかったら。まだまだこれは今回分でまたありますから、すぐに帰りにはお渡しする。あ、これ今分ね。今分、今分、今こんだけ使うのこれ減らしたいから吐くで、減らしたい。ちょっと吉田さん、それで何かとんぺ焼きに入れましょうか。いや、いいと、お願いします。まあ、もっといけんな。いや、いい、いや、そんなもんじゃないですけど、いや、もう、だからやっぱさ、天かすって使わないんだよ、そんなに。これ通常こんなもん。いや、まあ、これでももう多いぐらい。通常入れないんですけど、通常だろ。ああ、入れるとしても。いやいや、こんなんでいいよ。うわ、もう、あったいけ。そんなに好きなんだよ、天かす。天かす、ほんと好きな人ばっかりよ、世の中。いや、そんなことないよ。こんなに天かす、吉田も天かす好きでしょ。いや、もう嘘だろ。みんな好きじゃないんだよ、そんなに。吉田さんって広島の人ですか、生まれも育ち。いや、あの、違います。全然違う。はい、東京よ。東京。じゃあ、マジで結婚式の服入らなくなりますね。絶対入んないんだよ。大丈夫、だって見ても、ここ開いてるもん。違う、これは開くやつだもん、これは。違う、開いていいですけど、この、あ、こう、こう開くのはもうリブの仕組み。違うよ、それは。いつから転換して、子供の頃からですか。好き。ツバが、ツバが出すぎて、ツバが出すぎて、好きが好きなんですか。本当にもう袋を貯めてたんですか、手突っ込んで。そう。で、お母さんに怒られるじゃないですか。イカ天が好きなの。あけみさんに。イカ天が好きなの。イカ天がね。だって絶対ここで来てもイカ天入れるよ。そうそうそう。私なしでっていう。本当に何でも天かすだもん。だってレジに私がいない間に絶対カゴの中に天かす入れてるし。それあなたがなくするから。で、私はそれを隠すんですよ。そしたらまだ天かす。結構ですか。カゴ入れたらバレるんじゃないですか。いや、カゴの外の方に入れてるの、中の方。それでもバレる。いや、だからもうレジのピッピッってとこで、あれ天かすってなる。あ、もうそれ、もうそこでバレるのはもうどうせ行っちゃうやろ。だからもう一ピッってなった瞬間にもうそれはもう買っちゃったから。で、それを私が隠すんです、家で。そしたらまた天かすを買ってくるっていう。すごいですね。まあ、そんな話が多分古田に通じたんでしょうね。なるほど、それでね、それで天かす大量に。でも天かす大量すぎるよ。うわー、天かすがどうなんだろう。いただきます。早っ。いや、飢えてるな。天かすの味出てくるな。美味しそう。天かすがどうなんだろう。ねえ、天かすが味するのか。うまっ。美味しいですか。うまっ。うまっ。そう。美味しいね。うまっ。で、なんか天かすうまい。え、あ、そう、うん、天かすの、これ出した方がいいです、メニュー。天かすがそんなに主張してないな。水さんも食べてみて。うん、けど、はい、天かすの風味する。うん、うん、いただきます。うまい。うまい、うまいでしょ。俺もっと言ってもいいかもしんない。いや、こんなもんで。俺もっと言っていいかもしんない。何で2回言うたんですか。鈴木奈々みたいな。いや、もっと言っていいかもしんないもん、これ。おいしい。おいしい。けど、こんぐらいでいいかも。なんかちょうどあの天かすのなんかイカっぽい、昔っぽい味が
ほんのりしてるから。へこれだ、天かす。あー、うん、なるほど、先食べてみる。そうよ、イカ天は主張してるから柔らかくない。柔らかい。あー、すい、うん、イカ天。まあ、タヌキだよね。だから、タヌキうどんとかタヌキそばの揚げ玉とか天かすはタヌキ。タヌキをもっと多くするよね。知らないの、タヌキ丼とか。分かんない。揚げ玉で作ってるタヌキ丼っていうの。タヌキうどんとかタヌキそばっていうのは他を抜いたものか。違う違う違う、揚げ玉よ、揚げ玉。他を抜いたものなんですけど、タヌキって。だから揚げ玉だけ残るんですよね。そうだ、揚げ玉ね。だから揚げ玉だけでしょ。うん、あ、ほんま、おいしい。あの、うん、お店、出店、うん、うん、だからちょっとお菓子っぽい。うん、ちょっとあの甘みが、多分この天かすの甘みがあって、うん、出てる。よかったじゃん。よかった。だからこれはこれを新メニューにしてもらったら、これ全部もらってもらって。ダメ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 。いや、全部はいいっすわ。でもこれ全部はいいっすわ。どうですか、今限定メニューであのイカ天かす、イカ天かすトンペを出してもらって、はい、で、これを持ってもらえれば減りますよね。イカ天かす焼き、イカ天かすがなくなるまでやりますみたいな。ただ全部はちょっときついっす。まあね、そうだよ。じゃあ3分の2、3分の2。いや、ご主人がそう言ってらっしゃるんだから、あれだけにしておこう。これも多いと思う。これを、あ、多い。これを主人の方が持って帰って。確かに、あれダメだよ。なんで逆になるんだよ。これでかそれが一番。あれがなんで、うちがあれで、こっちが吉田よ。だって、いらないじゃん。いる。どうやってじゃあ食べるか言ってごらん。敷き詰めて一回ね。どこにすか。絨毯。やめてよ、めちゃめちゃだよ。犬じゃん。いやー、もうそ転がりたいですか。ちょっと天かすというものをちゃんとね、味わいながら食べたい。うどん屋やな、今日天かす。ちょっと揚げすぎだよ。揚げ玉だけに。揚げ玉だけに揚げすぎだよ。うまく言ってないよ。お前もうまく言ってねえし。まだあるもん、全然。そんなもん。吉田、だってご主人がもういいって言ってるんだから。欲しがってるじゃん。吉田さんもういいかな。顔が欲しがってるよ、まだ。帰ってほしいもん。営業。営業始まるから帰ってほしいもん。ご主人がもう嫌なんですかね、もう。じゃあ、3袋もらってもらおう。どうぞ。よかったですね。じゃあもうちょっとそこが見えてきたんじゃない。そこ見えた。全然減った。全然減ってないやん。いやいや、もうこれ十分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 だ。うわ、いいね。ねえ、待って、全然減ってないよ。大丈夫大丈夫、これだ、十分。うちはこれあれば、うちはこれだけあれば、まあなんとか。いやいや、こんないらないって。まだ5年分ぐらいまで。この3袋だけでいいんだよ。いや、いいそうやろ。あ、じゃあ、そうそうじゃあ、そう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 。だから3袋だけでいいんだったら、これいい。大丈夫です。あの、差し上げます。まだあるんです、うちは。帰ろう、もう。だから行くんじゃなかったのかね。いや、でももうちょっと減らさないといけないから。ねえ。どうすんの？帰ったら置いとかれるよ。じゃあもう一個、ちょっと天かす受け取ってくれそうなところを見つけたんで、思い出したんで、ちょっといいですか。ね、お前、見つけたじゃねえよ、これ。ひのきさんだったら絶対天かす欲しいと思う。だって居酒屋、いらんお酒のおつまみに天かすっていう。関係ないよ、もう全然。後輩ちょっといいですか。ありがとうございます。すいません、ご主人、ちょっと、あ、営業中申し訳ないです。ちょっとご主人、営業中、ご主人、どうせ、あ、でしょ、暇でしょって言いましたね。なんですか、そんな嫌そうな顔して。営業中なんです。営業中は分かってますよ。だから今日は別に私じゃないですよ。うちの西野の方から分かんないです。お願いがあって。いや、すっごい、またにおい。もう無理だな、ご主人な。いや、もうこれ絶対いらないです。ダメダメダメ、もらってください。本当にいらないです。本当にお願いします。本当に、あの、ちょっとどいて。本当にいらないです。ちょっと待ってよ。いや、ここで、なんかちょっと待って。冗談とかじゃなくて、本当にいらないです。でも料理に絶対、キャベツ天かすとか絶対美味しい。キャベツ、千切りキャベツにあの天かす混ぜて、あのごま油って。すごい人気なんですよ、うちのアンチョビキャベツ。あ、アンチョビキャベツ天かすどうですか。合わないです。アンチョビキャベツ絶対合う。絶対合う。アンチョビ天かす絶対。チョビキャ、チョビキャ天かす。アンチョビと天かすの食べ物なんです。恥ずかしいから帰ろうぜ。なんか、本当に店長に似てきたよ。
嘘ちょっと恥ずかしいからやめようと1年以上一緒にいるキャンプとかなんかじゃあもうちょっとやばい、ちょっとご主人ちょっとここあれだからちょっと中入らせてもらっていい？いや大丈夫ですか、お客さんいる、なんかお客さんいるんですよ、いらないぞ、いや絶対あった方がもらわないと後悔するから、恥ずかしいから料理長、料理長これなんか使えないですか、天かすどうですか、天かすですよね、いやでも美味しい天かすは天かすなのよ、俺食べたんだけど美味しいですから、ちょっとじゃあご主人あれしてお好きですか、好きではない、天かす好きです、私すごい好きでしょ、いませんね、私でしょ、天かすが好きな人、私好きだから天かす、天かすだけ食べる人いないから、いやじゃあマジそっちなんですよ、天かすだけ食べるっていうのどうするつもりなんですか、あげますあげます、何としてるんだソフトクリーム、ソフトクリームトッピングのやれよ、買います、いやいらない、いらない、もっともらわないと冗談じゃなくて本当にいらないですよ、自宅で僕一人で一人暮らしですよ、僕今ケイちゃん僕これ見逃さなかったですけど、うん、いや持って帰るよってすごいあげる気ままになったんですよ、俺は違う、俺はまああげる気じゃないけど、あげたくなっちゃったの、あげたくなっちゃったやっぱり、いやあげたくはないよ、無理してるでしょ、これ全部持って帰る、違うよ、俺は持って帰る、正直ちょっとあげたくないでしょ、いいから、ちょっと無理してる、無理してる無理してる、だって言ってたもん今、これ持って帰るよ、これもらっていいですか、なんだよ、お客さんも今入ろうとしてるんですよ、いらっしゃいませ、すいません、いらっしゃいませ、これでも本当にちょっと一回これに入れてみます、あ、いや、あ、いやニンニンカラムーチョ、ウィズ天かす、やだな、ニンニンカラムーチョだけでいいや、ひどいだぞ、ニンニンカラムーチョだけでいいやつってんじゃねえかよ、おかしいでしょ、完成してる料理ですもん、避けない、うん、嬉しいです、絶対うまいって、うまくないよ、本当に好きなんでしょうね、もうやだ、本当病気になるよ、ケイちゃんどう、うまっ、本当ですか、ヒノキさん、サックサクサックサク、ナッツを入れた方がみたいなのがあるんですか、ああ、ナッツね、え、取れるよ、それ美味しい、俺はこれであるよ、これに俺ちょっとラー油かな、いやごまラー油、うんこれはうまい、マジでうまい、あ、うまい、うん、おいしいわ、これ本当に合いますよ、だからさ、うん、俺が言うのもなんだけど天かすさ、置かしてもらって、はい、で、天かすトッピングって言われたら天かすトッピング、あ、いいじゃん、いや、これ正直ね、うん、答えた方が面白いのかなと思ってたんですけど、マジで合うんで、お、ただ、問題はこの後ずっと出し続けなきゃいけないじゃないですか、期間限定、あ、年内、うん、あ、どうしたらやります、やります、本当に、じゃあもっと、俺でも、じゃあこれでも置いてくる、じゃあこれ、うん、ダメダメ、これもう本当にダメCとか K とか、じゃあ、ちょっともうちょっともらってもらおう、これでも本当に期間限定で、これ全然やりますよ、じゃあもうちょっともらってもらおう、紙に書いといたらいいんじゃないですか、天かす追加できますよ、これ分かっていいですよ、すごいグイグイ行くんですね、この奥さん似てみたの、最近ケイちゃん似てみたのやだ、そうでしょ、ケイちゃんだったんですね、できた、私ゲームがね、ゲーム似てみたの、これそれ困るな、ちょっともうだって、紙に書いておいた方がいいんですよ、って結構なこと言ってるやばい、似てきたって似てきた、似てきた、うわっ、軽くなってるわ、やったじゃないですか、こんなに気取ってくれて、すいません、嬉しい、ありがとうございます、失礼します、お疲れ様でした、うわー、ありがとうございます、おー、とわー、そうそう、ありがとうございます、今ちょっと、だお好み焼き屋から来たんですよ、はい、あの、サブロク、あ、してますよ、何回か、してます、はい、お邪魔します、サブロクから、はい、もうちょっと俺もうマジで打ったんすよ、山本さん、いやこれ俺本当に打ったんすよ、あの俺よりお前もうむちゃくちゃだよもうそれ無理ですよ、もう時期も違うって、なんで今からでしょ、時期違う、今からじゃないよもう何無理よ、みんなもお正月の時期、お正月、俺本当打ってんすよ、知ってますよ、知ってるでしょ、めっちゃ感謝、有料店だから来たんです、いやもう変な、これ
人形町のお好み焼き屋さんの回収してきて、それをこっち来てるんだよ。あれお好み焼き屋さん全然売れなかった。お好み焼き屋さんとかこれだけ去年分がもう怖い怖いですよ。こんな買い、いや誰が買うんですかこんなカルタ。頼むよ静かにして。通報されます。防犯カメラってあそこで鬼塚千尋が蹴った時も防犯カメラガチリ映ってたんですよ大丈夫だよ、蹴らないから。蹴るのやめてください。蹴らない、これはもう二度と蹴らないことになって。頼むよ、ちょっと中入って。ちょっとお前からも言ってくれよ。お願いします、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 お願いします。すいません、うちの夫がお願いします、振ってくださいお願いします。肉にまで売れるわ。もうなんとか売ります。じゃあお願いしますね。お願いします。ちゃんとあの多分3箱ぐらいしか売ってないから。逆になんで売らないんですか、あの人カープの人でしょ元。そうそうそう、あるじゃないですか縦のラインとか後輩とか。全然売れへん。だから欲張らなかったじゃないですか。はい、欲張ったみたいなのないですよ。なんか変なことして全部映ってるからな、カメラに。そうですね、変ないですチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。